父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主ュイエス,スクリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に、皆さん聖なる詐欺を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。う。 全能の神と清田姉妹の皆さんに告白します。私は思い言葉を行いおこたりによってたびたび罪を犯しました。聖母マリアすべての天使と聖人、そして清田姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、 Watastasi no tsumiyo iru si eie no ino tsini mitsibi kudasai masi eoni. Amen. 祈りますよ聖なる父よ聖カタ,カタリナはあなたの愛に燃えて恩恒の柔軟を黙奏し教会の封建に献身しました聖人の祈りに支えられる私たちがキリストの死と不活に結ばれて救いの喜びに生きることができますように衆キリストは生きて治めておられます 悠々とこしえに。アーメン人たちの選挙。その日、民衆全体から尊敬されている立法の教師で、パリサイ派の属するガマリエルという人が、岸上に立って、人たちをしばらく外に、 出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい、以前にも。手腕が自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が 彼に従ったことがあった。彼は殺され従っていた者は皆散らされて、跡方もなくなった。その後、住民登録の時、彼ら屋のユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、 彼も滅び、突き従った者も皆、散りじりにさせられた。そこで今、申し上げたい、あの者たちから、手を引きなさい、追っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たもののなら、 自滅するだろうし、神から出たものであれば、彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら、諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一度はこの意見に従い、人たちを呼び入れて靴を打ち、イエスの何よって話しては、 なならいそれで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び最高法院から出て行き毎日神殿の境内や家,家で大衆教えメシアイエスについて福音を告げ知らせていった。 「神,の御言葉神よあなたの」 神は私のタシノイカミワタシノスクいワタシワダレモソレナイカミワワタシノイノツィノトリネワ 私たちの上に照らしてください。神に生きる人々の中に私は神の美しさをあほぎ見る。神を待ち望み、強く

その時イエスワガリラヤコ、すなナワティベリアスコのモコギシニ、渡らタラレタ、オゼノ、グンを追ガ、アトオッタ、病人たガ、ピニンタニ、ナサタ、シルシオ、ミタカラディエル、ヨシュワヤマニノボリ、デスタシトイショニ、ショコニ、オスワリニナタ、ヤジノ、マスリディエル、シギコシサイガ、 近づいていてった。イエスは目を上げ大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見てフィリポにこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたがこういったのはフィリポを試みるためであってご自分では何をしようとしているか しておられたのである。フィリポは、メイメイがしかしせず、食べるためにも200ディナリオン分のパンでは足りないでしょう。と答えた。弟子の一人で、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに、大麦のパン、5つ,つと魚に2きと持っている少年がいます。けれども、 こんなに大勢の人には何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さてイエスはパンを取り感謝の祈りを 泣いてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹したとイケケエトトイイスはでしたちに少しもモダニならないようにノコタパンのコスを集めなさい。と言われた。 集めると人々が5つの大麦パンを食べてなお残ったパンのくずで10のカゴがいっぱいになったそこで人々はイエスのなさったしるしを見てまさかこの人こそ世に来られる預言者であると言ったイエスは人々が来て自分を 恩にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。主の御言葉、クリストに賛美。今日は4月29日、この金曜日のミサ、聖カタリナ,シナ・シエナ・オト教会博士の記念日です。 セカタリナは1347年イタリアのシエナに生まれる。すでに若い頃から監督の道を志し、ドミニコ会第三会員になった。神と臨時に対する愛に萌え、イタリアのショ正当しい間の平和と 一致のために協力しました、またローマ教皇の権利と自由を擁護し、修道生活の刷新を推し進め、精霊による熱い信仰心と優れた教えに満ちた著作を残しました。1380年に死亡ということです。 昔の教会は男性だけではなくて女性もこの聖カタリナ・シエナも優れた人として教会のためにいろんなことをやっていました。この心と頭が優れたカタリナは自分自身のことのためではなくてこの清子様までも養護することは素晴らしい、uh いいだと思いますまた、この初代教会でしたち、この第一朗読から、一生懸命毎日、福音宣教を述べ伝える神様の力、友様の力いただいて、聖霊の導き、この人たちは、毎日、許されもの境内で教えたということは、その時の出来事です。 このイスラエル・イエルサレムを止まるではなくて、その後は、弟子たちは世界中に福音選挙、ノベスタイるということは、まさに教会の使命になります。私たちも一人一人、カタリナ・シエナ、また、弟子たち、人たちのように、毎日信仰を持って歩んでいく述べスタイル、私たちの一人一人の立場で、 私たちもその使命を受けています。今日のミサで4月最後の金曜日けれども、ユ様の御心のことを思い出して、私たちもユ様のように慈しみの御心が持ちますように、この福音宣教を私たちも使命を果たすことができますように。 聖霊の導きと照らしを祈り求めましょう。アーメン神よあなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。第一の恵み、ロードの実り、私たちの命の糧となるものです。神よあなたは万物の作り主。

神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生きにを、神が受け入れてくださいますように。恵み豊かな神よ、聖カタリナを記念して捧げるこの供え物を受け入れてください。聖女の教えに従い、 あなたに心からの感謝を捧げることができますように。主キリストは生きて治めておられます。悠々とこしえに。アメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、 主越腰の子羊キリストが捧げられたこの時、感謝と喜びに満ち溢れてあなたを称えます。キリストは私たちのために自らを渡し、死に打ち勝って栄光のうちに行き、いつもあなたの前で取りなしてくださいます。全世界は二つの喜びに満ち、 すべての天使はあなたの栄光をたたえ終わりなく歌います。聖なる聖なる聖なる神、すべてを治める神なるしゅう。主の栄光は天使に満つ。天には神みに、おさな。主の名によって来られる方に賛美、天には神みに、おさな。誠に聖なる神、 すべての生生の源である父よ。今、精霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、衆イエスクリストの御体と御詞になりますように。衆イエスは、進んで、ジュナに向かう前に、パンごとり、感謝を捧げ、咲いて、弟子に与えて、大せになりました。皆、これを取って食べなさい。 これはあなた方のために渡される、私の体リアル。<laughs> 食事の後に同じように、杯を取り、感謝を捧げる死に与えてお世になりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、 罪の許しとなる新しい永遠の契約のついであるこれを私の記念として行いなさい信仰の神秘主よあなたの死を告げ知らせ復活を褒めたたえます再び来られる時まで 聖なる父よ私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、見舞いであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの恩からだと恩師に共に扱う私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こす、教皇フランシスコ、 私たちの好きをトマサクイナスマイダーマギとウサスキオパオロサカエトシヒロての不法侵入とともにあなたの民を誠の愛で満たしてくださいまた復活の希望をもて眠りについた私たちの兄弟姉妹とあなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を 心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを哀れみ、神の母乙女マリアとセユセフ、人とべての時代の聖人、聖カタリナ・シエナと共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・クリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。 クリストによって、クリストと共に、クリストのうちに、生礼の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての生まれと栄光は、ゆ々に至るまで。アミン。死の教え守り、見言葉に従い、筒死んで死の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が生とされますように。 御国が来ますように、御心が天に行われる通おり、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧よ、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。 慈しみ深い秩序よ。すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの哀れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イーズクリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は、 永遠にあなたのもの、主イエスクリスト、あなたは人に大せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を帰り見。お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたはまことの命すべてを導かれる神、 ゆいよとこしえに、アミン主のノヒがいつも皆さんとともにモ、ま、たあなアナタもにモいタガイの挨拶を交わしますよ主の平和ュのヘイワユノツミヨトリノゾクウカミノコヒツジイツクシミヨワタスタシニユノツミヨトリノゾクウカミノコヒツジイツクシミ 世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。 祈りますよ。慈しみ,み父よ、聖カタリナの命を支えたこの遺跡によって、私たちを永遠の命に導いてください。衆キリストは生きて治めておられます。いよいよと腰えに。あめん。皆さん一人一人、この御三に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、 全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の作業を終わります。行きましょう。主の日はのうちに。神に感謝。